ピエール・ユー・グエル・ベールは、フランス・アルザス出身のフランス男子、プロテニス選手。2015年全米オープン男子ダブルス、2016年の、ウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ニコラ・マユとペアを組んで優勝した。ATP ツアーで、シングルスではまだ勝利はないが、ダブルスで21勝がある。自己最高ランキングは、シングルス36位、ダブルス2位。 身長 188cm。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。テニスコーチである父親の手ほど気により3歳でテニスを始める。2009年ウィンブルドン選手権のジュニアダブルスで準優勝。2014年全仏オープンでダブル c にて4。大大会に初出場し、2014年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり本選出場を果たした。 2015年全豪オープンのダブルスで、ニコラ・マユと組決勝進出。シモーネ・ボレリ、ファビオ・ホニーニ組に敗れる。2015年全米オープン男子ダブルスでも決勝に進出し、JB ・マリー、ジョン・ピアーズ組に勝利し、グランドスラム初優勝。8月のウィンストン・セーラムオープンでシングルス初の決勝進出を果たすも、ケビン・アンダーソンに敗れる。グランドスラムでは、 マユトのペアで二千十六年ウィンブルドン選手権で通算二勝目、地元の二千十八年全仏オープンで通算三勝目を挙げる。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。